生まれて初めてもらったさ、プレゼント何？サンタさんから。ちょっと記念にね、撮り方にセンスないけどさ、メリークリスマス。メリークリスマス。プラハにいます。はい。今日はね、本当はマーケットに行く予定だったけど、うん、雨がひどく、雨だし、超寒い。めっちゃ寒いので、ちょっと諦めまして、スーパーに行って。お家でね。そう。いいじゃん。そう。まあ、ほとんど買ったものだけど。まあ、気分を。高めたいという楽しみ、はい、イエーイ。これも一応チェコビールですからね、多分いいじゃん、多分チェコビール。あー、メリークリスマス。メリークリスマス。おいしい？うまい。何食べた？迷い腰しちゃう。食べきれるかね。おお。あ、でも柔らかい。すみません。おいしい。結構柔らかくない？うん。自分たちでやったらこうは多分いかないから。いかないね。上部もねあったんだけど。うん。うまい。うん。ビールだなこれ。満足。私ね、明確に覚えてて、あのシール、超かわいいシール。その時めっちゃ私にはシールが欲しかった。なんか寝だったのかもね、もしかすると。なんか、なんかちょうど小学校上がった時ぐらいだけど、なんか多分ね、男子は知らないんだけど、シール帳っていうのあった。知ってるよ。知ってる？なんかあの、つるつるのシール帳で交換するんでしょ。交換するのよ、シール交換。わかるかな。ブロックシールみたいな。あ、そうそうそう。それちょっと資産性高い。トクッとしたしてる、キラキラしてたりするやつがあって、私も交換したいって思って、めっちゃ嬉しかったの。だってもう起きてすぐそのもらったシールを全部シール帳に貼るとかしたの。なんかロボ、なんかクラモじゃないんだけど、なんかそういう変実際変形できるロボみたいなのを狙って。もらった。へえ。じゃあ結構大きいプレゼント。大きい。へえ。でもそれがそう。いや、ね、今の雑誌みたいなのをそこに置いてなくても見つけちゃった。あ、もらう前に。ダメじゃん、見つけちゃう。はい、宴が終わりました。はい、たくさん食べた。酔っ払いました、私は。
もったいないかも。いいよね。しょうがないって。うん。面白い。よいしょ。食べ慣れた味。味そのもの。あ、これが可愛いっていうことでした。ヨーロッパも最後なのでいよいよ。ね、もうあと10日ぐらい。ね、ほんと10日ないぐらいじゃない？ね。いい思いさせてもらいました。うん、快適にね。いろいろあったけど。いろいろあったね。